はい、基本処理です。いつもありがとうございます。月曜日ですね。弟が来てから、そろそろ1週間になりますね。先週の月曜日の夜に、家に帰ってきました。8日目ということでね、体温を測りました。念のためね、3回測りましたね。正確かになるようにね。そうしたらね、平均取るとね、37.1度ですね。一番ね、朝一のね、体温測定が一番高温になるんでね、そういうことも踏まえるとね、峠を越したなという、感じがします。それがね、顔の表情とかね、まあ、こう歩く、スピードとかね、立ち上がる感じの力強さとかね、その辺で今日ね、実感しました。よかったです。昨日の夜もね、たくさんご飯をね、食べてもらえ、くれましたね。かなり良くなりましたね。どうですか？ね、いいね。元気だね。元気ですか？まあ、こんな感じで、今日はね、解熱剤は飲ませませんね。まあ、解熱剤っていうのはね、熱が高い時に飲んでくださいって言われましたんで、今日はね、まあ37.1か。で、まあどれぐらい、一日ね、一日というか昼間、解熱剤飲まずにね、何度か体温を測定していきます。パルスオキシメーターもね、97だったっけな。96か。96だったんで、正常ですね。血中な、酸素濃度も正常です。まあ、塩がちょっと入ったね、白湯を2杯飲ませて、トイレ行って、ひげ剃ったりして、水黒いですね。やってまた寝かせましたね。はい。ということで、なかなかちょっと、希望が持てるというかね、やっと、良くなってきたかなというのが、そんな気持ちですね。まだ、わかりませんけどね。はい。はい。月曜日のね、お昼ご飯ですね。だいぶ食欲が、蘇ってると思います。ちなみにね、献立はね、まだちょっと少なめにしてありますけどね。こちらですね。餃子3つと、レタスと、ポテトサラダ、ブロッコリー。お味噌汁にご飯ですね。切って。はい。いただきます。ね。いただきます。はい。さあ、いいかな。かなりね、もう、急激に食欲がなんか戻ったね、昨日の夜ぐらいから。早く食べたくしょうがないって感じだったから今日。よかったね。あ、まああんまり早く食べちゃわない。これ食べなじゃ。ポテトサラダも結構好きなのね。で、ご飯はちょっと少なめにしました。いただきます。あと味噌汁をちょっとと、昨日の味噌汁もおかわりしたい。急激に良くなるもんだね、良くなるときは。今日月曜日ですね。で、先週の月曜日の夜、家に帰ってきてすぐにね、発熱し始めましたね。その時にね、38.1ということで。そこからね、ずーっと38度台がね、続きましたね。昨日ぐらいまで38度になったり、37度ぐらい。まあ一番ね、ちょっと心配したのはね、金、土あたりで急に食欲がすごくなくなってね。体力。こう、立ち上がる体力がね、なくなっちゃって。美味しいのなくなっちゃったね。まあ、これ。
これくれてやるかね。これ好きだもんでね、一番。丸松の餃子。ゆっくり食べてる。うん、それでも。完全に食欲がね、戻ったわけじゃないっていうのが分かりました。ちょっと少なめにしといてよかったぐらいね。あと月曜日にね、お医者さん行くっていう話をね、本当に真剣に昨日まで考えてましたけど、まあ良くなったんでいいかなと思って、まあ結局ね、昨日、日曜当番のね、病院の人とお話ししたんですけどね、まああまり解熱剤ね、解熱剤出てるということなんでね、咳もなければ、鼻水もそんな出てないということなんでね、まあ来てもあまりこれはっていうようなね、薬が出たりとか処置っていうのはね、できないと思いますって言われちゃったんで、まあ、なんとか、今の薬とね、あとは寝て治すってことですね。風邪に特効薬なしということで、寝て治すしかないです。栄養つけてね。はい、おはようございます。今日は、15日ですね、火曜日、8時をちょっと回ったところです。よいしょよいしょ。体温を測ります。はい、だいぶね、落ち着きましたね。どうかな、 36.6。 本当かな、僕が測っても 36.6 だから平熱かな。ちょっともう一回やってみよう。一応 36.6、 ありがたいな。あー、よかったよかった、平熱に戻った。 36.7、ついでだからもう一回。36.7、36.7。出るかな？平熱に戻ったね。指に挟みます。よいしょ。上持ってて。95。朝はちょっと低めだね。僕もそうですけど、正常値です。95。はい。まあとにかく昨日まではね、ちょっと熱がまだちょっとあったけど、今日の朝本当にやらせなしでね、もちろん解熱剤も飲んでなしで、グループホームの方からもね、解熱剤をね、飲ませずにね。体温を測定してくださいって言われてるもんですから、やらせなしでこの温度です。あ、僕は 36.5、 まあ 36.5 から 36.6 と出ますので正常値ですね。はい、じゃあひげを剃って、はい、基本一人です。いつもありがとうございます。ちょっとね、今日電話をね、グループホームのに しましたね。で、まあ朝、体温をね、これから、報告するということで、初日でね、いきなりなんとか、
平熱に戻りましたね。36.6 ということでね、この日ですね、15日、今日です。そしてですね、発熱したのがね、この日ですね、7日。で、1、2、3、4、5、6、7と、8、9、10ということでね、最低10日間をね、グループホームに帰れないということで、しかもですね、3日間ですね、最後の3日間が、平熱だったらね、一番最速でね、この日に帰れるということを聞きましたんで、なんとかそれにね、うまく今んとこ滑り込んでですね、36.6 ということなんで、37度以下ならね、37度未満ならね、平熱ということを、言ってくれたんで、今日ですね、明日、明後日とね、朝体温を測ってね、平熱だったらね、なんとね、18日にね、帰れそうですね。まあ、明日、例えば、また 37.2 とかね、ちょっと微熱が出ちゃったらね、平熱にな、まあ、3日連続平熱になったら、その次の日に帰れますよ、ということですね。ということで、今日は、お茶ですね。おやつタイムです。いきなりね、こんなの。これちょっと、プッカっていうね、チョコレートのお菓子ですね。昨日ね、ちょっとまあ、うちの家がね、濃厚接触者じゃっていうのをね、知らずにね、来ていただいた方がいてね、まあ、玄関でね、いろいろ、玄関の外でお話ししてね、まあ、ちょっとね、今、そういう状態だよっていうことで、お話ししてね、もらいましたね。しげちゃんにどうぞということで、もらいました。はい。そしてね、こちらももらいました。まあ本当にね、大変ですね。大事にしてくださいねって言ってね、玄関の外でちょっとお話ししましたけど、なんかね、申し訳なくてね、玄関の外で。はい、いただきます。ちょっとこれ置いときね。ね、そういう食べ方しようよね。ね。まあいいか。ね、自由に食べるな。細かく切ろうと思ったけど。元気？元気？元気って言って。目をひんむいて挨拶。あと何かあるかな？ちょっとしょっぱいやつを。まあ本当に最初のね、3日間ぐらいはね、なんて言うんだろう。布団からね、起こすのに結構苦労したりとかね。まあいろいろね、そういった感じだね。なくなった。ゆっくり食べてくれりゃいいだよ。ね、そんないっぺんにかき込んじゃって。だいぶ慣れました。はい。久しぶりに布団からなかなか立ち上がれないっていう感じまで来ちゃったんでね。まあ要するに、弟の後ろに回ってですね、背後に回ってそこから抱きかかえてこう持ち上げるっていうね、感じでね、1日3回から3回もっとかな、5回ぐらいはね、持ち上げるわけですね。それがね、結構ね、最初の頃、大変だったんだけど、4日目ぐらいからコツがね、つかめて、しかも、弟の方もね、僕が何をするかっていうのはだんだんつかめてきたのか、割と協力できるようになってね、割と力がいらずに、最後の方はね、最近では、持ち上げることができるんで、
どうした？どうした？ん？何？どうしたの？おならでもするの？急に前かがみになって。こんなことやちょっと見てみる観察できないな無理だねはいはいまあいいよ自由に食べてこうやって食べなこうやってこうやって思うなうんね、うん、どうかな顔色戻ったかなお茶飲みなお茶お茶あんま飲んでないうん、ああそっちのやつね、うん、何これくれっちゅうこと、ちょうだいっちゅうことまあこれ食べてからね、はい、食べてから意外と柿の種苦戦するね食べ方にねえいっぺんに食べようと思って食べちゃうかもしれないけど。大丈夫もう。ね。あ、そうだ、今日思い出した。今日実はね、体重をね、久しぶりにね、弟の体重を測りましたね。で、僕の体重がね、53キロで、弟の体重がね、65キロでした。弟のがね、13キロ多いんでね。やっぱちょっとね、きついっすね。持ち上げるのはね、布団から、布団から立たせるのが大変です。まあいいか。これで、じゃあね。はい。はい。お。おしまいです。あれ。